アルベルト・アインシュタインの家は、アルベルト・アインシュタインが1935年から亡くなる1955年まで住んでいた家であり、アメリカ合衆国ニュージャージー州、マーサー・グン・プリンストンのマーサー・ストリート112番地にある。妻のエルザ・アインシュタインは、この家に住んでいた1936年に亡くなっている。この家は1876年の時点ではすでに建てられていたもので、 元々はアレクサンダーストリートにあった。1876年、その地にプリンストン神学校のスチュアートホールを建設することになり、現在地に移転した。この家はシンプルなよくある間取りや外観のコテージで特別な衣装があるわけではない。1935年8月1日にマーサーグに初期官事務所で記録された証書によると、 エルザ・アインシュタインは1935年7月24日にメアリー・クラーク・マーデンから非公開の金額でこの家を購入した。1936年のエルザの死後も長年、アルベルト・アインシュタインは妹のマヤ、エルザの連れ子のマーゴット・アインシュタイン・マリアノフ、秘書のヘレン・デューカスの3人の女性とこの家に住んでいた。アルベルト・アインシュタインはこの家を 博物館にしないように要求したと言われており、遺族もそのように望んでいた。それにもかかわらず、1976年に国家歴史登録財に加えられ、さらに国定歴史建造物に指定された。1949年、プリンストンの自宅でアインシュタインと対面するジャワハルラ・ラール・ネリューと娘のインディラ・ガンディー。アルベルト・アインシュタインの死後は、 マモ娘であるマーゴット・アインシュタインが1986年に亡くなるまで所有していた。その後はプリンストン高等研究所の所有となっている。2004年にノーベル物理学賞を受賞した物理学者のフランク・ウィルチェックが1989年から2001年までイヤズの教授を務めていた時にこの家に住んでいた。ウィルチェックは プリンストンに移る条件としてこの家に住むことをイアズに要求し、この家で大学院生を対象としたイブニングセミナーを行っていたという。その後、2012年までエリック・マスキンとその家族が住んでいた。マスキンは2011年までイアズ社会科学部のアルバート・オハーシュマン教授を務め、2007年にノーベル経済学賞を受賞した。現在は ハーバード大学の経済学教授である。現在、この家は、イアズが所有しているにもかかわらず、個人の住宅となっており、一般には公開されていない。この家の意義を説明する名板などはなく、家の周りには、プライベートレジデンスの標識が、戦略的に設置されている。ありがとうございます。